消費説明ということで、消費者側の視点から注意すべき部分をお伝えします。ジャッジ側がお伝えする注意すべき部分は後ほど、表示前にジャッジレクチャーとして個別にお話しますので、消費者視点ということでお話しします。まず消費者はですね、リセットされているかを確認してください。大会中はいろんな方がやっていますので、前のシーンの最後が残っていることがあります。基本的にはジャッジの人がすでにやっていますが、消費者としても使用確認をしてタイムがリセットされていることを確認します。そして、確認するとですね、ジャッジの人がチューブを机に置いて、よろしいですかと確認をしてきます。この時すぐにいいですとか、答える必要はありません。ルール上は最大1分間この心を落ち着かせる余裕が認められていますので、十分に準備ができてからジャッジに挨拶したい合図をしてください。ここでインスペクションタイムといいまして、チューブを回してはいけないんですが、見て作戦を立てる時間が15秒間与えられます。そして、この15秒中に8秒程度の時点でジャッジが8秒、12秒の時点で12秒と言われます。そして、15秒以内にスタートをしないとペナルティーを食らってしまいます。そこでこのタイマーなんですが、後で実際にやっていただきますが、このタイマーを使う際にですね、手をついてからタイマーが起動するまで1秒か2秒ほどかかります。なので8秒と言われたらもう準備を始めて、12秒と言われる前ぐらいにはもう手をついていないと始めた瞬間で判断されますので、15秒を超えてペナルティーを食らってしまいます。17秒まではプラス2秒、17秒を超えるとそのシーンは失格となります。ですので余裕を持って、シーンを始めるようにしてください。ではやってください。今はですね、はい、やってください。8秒経つ前に消費者が指示を開始しました。このようにもうすぐ始めても結構です。8秒と言われるのを待つ必要はありません。その場合は特にジャッジはもう何も言いませんので、自分の判断で始めても結構です。さあ、今、これはどうなりますか、ジャッジの方。はい。このように揃っていない状態ですと、当然、これは失格があります。まあ、たまにあるのがですね、このパターンですね。こういう一手ずれている状態で止めてしまった場合、これはですね、プラス2秒のペナルティーがあります。まあ、その他、完成状態によってボロボロのペナルティーが発生しますが、消費者として気をつけるべきこととしては、絶対にタイマーを止めたら、パズルに触ってはいけません。この、あっと思って、この場合は止めてませんが、例えば一手ずれている状態で止めてしまって、つい触って、戻そうとしてしまって、触ってしまう場合、その場合はもう失格になります。なので必ずジャッジ方から、確認してサインとかするまでチューブには触らないでください。たまに机から落としてある人がいますが、机から落としても揃っていれば完成になりますので、触って止めないでください。もう落ちないように止めた瞬間に失格になります。消費者としてはそれぐらいですね。あとはサインが確定した後も、こちらの紙にサインをしていただくんですが、たまに書き間違えがあります。ただしサインをしてしまった後に書き間違えに気がついても、もうサインをしてしまったのでその記録で認定されます。なので必ずタイムを見て本当に合ってるか確認してからお願いします。またジャッジの方がですね、数字をちょっと汚く書いてしまった場合、例えば1と7紛らわしい場合、全ての記録は消費者にとって不利なように扱います。1と7で迷ったら7とします。なのでそれでも見やすい数字であるかどうかを確認した上でサインをお願いします。この後ですね、前にお集まりいただいて実際に、大会形式でやっていただきますので、タイマーの使い方などはその時に練習してください。以上で表示説明を終わります。では、初参加の方は全員、不安な方は、もう一緒に来てください。自分の家族も最終をお願いします。
熱がまだなのかを思います。133番、白川さん。144番、石山さん。197番、鈴木さん。木村です、お願いします。Thank you.
はい。
はい。
たまに書き間違えがあります。ただし、サインをしてしまった後に書き間違えに気がついても、もうサインをしてしまったので、その記録で認定されます。なので、必ずサインを見て、本当に合っているか確認してからお願いします。また、ジャッジの方がですね、数字をちょっと汚く書いてしまった場合、例えば、1と7、混ぜ合わしい場合、すべての記録は、競技者にとって不利なように扱います。1と7で迷ったら、7とします。なので、それでも見やすい数字であるかどうかを確認した上でサインをお願いします。この後ですね、前にお集まりいただいて、実際に、大会形式でやっていただきますので、タイマーの使い方などはその時に練習してください。以上で競技説明を終わります。では、初参加の方は全員、不安な方は、もう一緒に来てください。自分のバトルを持ってお伝えしよう。Thank you.
ではまだ何かをお呼びします。133番白川さん、144番石山さん、197番鈴木さん。木村です。Thank you.
点数がまだなのかをお呼びします。133番白川さん、144番石山さん、197番鈴木さん、木村です。はい。